っていきまーす。意外とうまそうでしょ。ちょっと一回設定系いろいろ見ていいか。さ、マジで俺マイクラのことほぼ覚えてないぞ。シングルプレイのハードコア、これでいいのかな。ゲームルールって何、わかんないからこのままでいっていい。まあ言うて経験者だからね俺は。マイクラはそんなパッと知りませんよ。ハードモードは一人やんの初めてだね。山倉はみんなでやってたけど、うーわこのこの髪もっとすげえすげえな、おい、うわ、勝手にエモくなるんだけど絵が。というわけでやっていこうか、マイクラハードコア。ちょっとここら辺散策しています。走るってどうやんだっけ。てか結構ハードモードだから飯とかも早く作んないとか。砂漠が近くある。砂も確保できんじゃん。なんだ、何これ、何これ、こんなんできたの。おい、なんだよこれ、おい、なんだよこれ、何これ、マジでアップデートで前から変わりすぎだろ。俺がやってた時にはなかったぞ。とりあえず聞いとるか。うわー懐かしい、マジで。マジで懐かしい。1年ぐらい前。へえ。俺やってたの、2年半ぐらい前かな。2年半とか経ってる気がする。マジで大変わりしてんじゃねえ。知らねえブロックたくさんありそう。知らねえブロックどころか、オブジェクトがたくさんありそう、知らないやつが。あれ、マイクラー、あれだからね。なんか動画の時もそうだったけど、シチュエーションが好きなんだよな。なんか写真とか撮りながらやりてえな。あと俺方向音痴なんだよね。そこが大丈夫かな。家どこ作ろう。なんだ、エメラルドじゃね、これ何。なるほどね。オッケーオッケー、分かった分かった分かった。俺詳しいことマジで分かんないんだよね。なんか大雑把なことはなんとなーく分かるけど、マイクラなんかダイヤがなんぼに湧くとかさ。まあ、とりあえず掘り進めていくか。なんでマイクラやりたくなったの。なんか最近サバイバルゲームたくさんやってて、いろんなゲームを見てたんだけど、マイクラってサバイバルゲームじゃんと思って。なんかタイトルがでかすぎて思い浮かばなかったよな。なんかスチームとかのさ、ちょっとコアなゲームとか漁ってたりしてさ。で、こだわりがある程度あるんだよ、俺のマイクラちゃんには。ある程度ね、景観を良くしながらやりたいわけ。俺のマイクラは結構見栄えが雑なことが多いからさ。てか人とやると雑になるんだよね。俺人がやってくれっから、俺よりクオリティの高いものを作ってくれから。やっぱりここは一人の世界なんで、自分でどうにかせなあかんなっていう。やばいな。ちょっと待って、夜になった。ちょっと待って、忘れてたな。ちょっと待ってよ。暗いぞ。見えない。見えない。モニターのグレアで見えない。やばくね？影もっと。夜の海怖えな。中が若干見えんのが怖えわ。とりあえず適当に湧き潰しをします。これで畑を作って、まあとりあえず潜るのが正解なんじゃないかな。とりあえず潜りたいよね。クワ使って、なんとなく覚えてるもんだな。やべえ、まあ、覚えてねえ。水が必要じゃん。ちょっと待って。忘れてるじゃん。水ねえわ。あれ、ここで作ってどうすんだ、俺。待って、ダメだ。ちょっと一旦海辺に、一旦のを作んないとダメだ、これ。
あの柵は後にしよう。まあ、金のリンゴ、金の人参4個あるし、まあ、今のところ食料は問題ないし、俺パッと 下行っちゃった方がいいか。羊ここら辺見えないもんな。鉄が欲しい。一刻も早く防具が欲しいんだよな。うわ、怖っ。ちょっと待って、影持ったの海の中怖っ。怖すぎだろ。水の中だと確かフォロー乗せんだよな。こうやって掘った方が早かった気がする。気のせいだね。のどかだ。非常にのどか。最近殺伐としてるゲームをやりすぎたからな。ゾンビを殺したりさ、剣士だったり、ちょっとまったりしたいなと思ったら、このゲームが最適解。とか言ってる暇ねえんだろうな、マイクラのハードコアって。あの、爆発するやつ一発食らったら終わりなの。ダメージアップだからそうなんだろうな。ゲマクラでクリーパーで死んだやついたっけ？ライジングクリーパーで死んだっけな。普通のマイクラはほぼやってなかったから、で、多分ゲマクラやってる時も俺、普通のマイクラよりダメージが高いっての知らないでやってたな。よし、行きまーす。鉄じゃねえか、びっくりした。結構な頻度で行うと暗くなっちゃう。来た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 。この、これを、怖え、怖え、影もっとマジで怖え。暗黒なんだけど。怖っ、マジで怖い。ふさご、無理、マジで無理。ちょ、どうなってる？ちょ待てよ、これ行くしかねえな。怖っ。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、危ねえ危ねえ、水流があって、待って待って。まあいいか、曲がるか、曲がろう。うざっ。おっ、きたー。え、とりあえず鉄取っちゃおう。やったー、初鉄だ。よし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 。あるねー、ここだ。何を作るのが一番先だこれ。ちょっと生きりすぎか、ハードコアマイクラで。これはどうなんだ。あー、ちょっと生きりすぎか、ちょっと、いや、ちょっと生きりすぎかな。これはこれは生きってるかな。これは怖い、これは怖い、これは怖い、これは怖い。ちょっと一回帰ろう。分かった分かった分かった、ちょっと一回帰ろう、一回帰ろう、一回帰ろう。あと剣がさすがに、いやー、これ鉄何にしよっかな。ピッケルは別にめんどくさいだけだもんな。ほー、はー、初めまして、このワールドキットの初めましてですね。変かな、変だろうな、ハードコアマイクラは。うん、なるほどね。きた、これやろ、これ作ります。で、鉄の剣、鉄の剣を作ります。はい、よし、これであそこ行くか。できてるかな、小麦。全然だな。
あまりにもできてない。これかなりやばいな。あー、しょっぱなからでかい道具さだったな。なるだけ下まで行っちゃおう。ほらほらほら、すげえすげえ。これしばらく手捕まんないんじゃね。でもねえか、そんなそこまで広くねえか。見つからないな。あれ、鉄ってこんな出なかったっけ。結構バカバカ出るイメージでいたんだけど、困ったな。来た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 。とりあえず全身、死なないことを最優先したいから全身の防具が欲しいな。鉄の何個必要なの。かなりじゃね。え、危ねえ危ねえ。またクソでけえ洞窟あるわい。怖っ、怖すぎえ。いや、深すぎだろ、深すぎだろ、深すぎるだろ。下がどんだけ広い広いのかが分かんなくて。一応たどり着きそうではあるな。いけ。おお。おお。すごい。よしよし。これで鉄ピ作っても、鉄ピって消費するでしょ。いや、石ピで我慢しよう。鉄ピは鉄をもっと量産できるように、量産っていうか安全に取れるようになってからだな。優先するべきじゃないな。気持ちいいね、鉄こんだけあると。ん？なんだこれ。あ、これ鉄じゃないと取れないやつぽいな。そういうパターンもあんのか。そっか、これ俺迷子になっちゃうんだけれど、さらに下なんですよね。うおうお、え、まだあんの。ちょっと待って、上昇負荷で死ぬぞこれ。あーもうこれ俺のしばマイクラしばらく洞窟編かもしんない。でも飯がなくなんだよな。嘘だろ、やべえ。ちょっと待って、いや帰ろう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 、これは帰ろう。やばいわ。この真相みたいなのも俺がやってる時は多分なかったかな。まあそんな結構単純にしか掘ってないから。あれ、なんかちっちゃいネズミだろ、掘ったら攻撃する。怖いな。来たね。作っといてよかったぜ。2回殴られただけだよね。うぜえ、うぜえ、うざすぎだろ。1時間で死んだわ。1時間で死んだわ。